こんにちはジョ・ブンジですよろしくお願いいたします今回は定題と取り立てについて説明いたします最初は質問です一次題になるための必要な条件は何ですか二一人の男は私に話しかけてきたという文では 一つの文の中に複数の主題が現れることはありますか ?4 神戸は夜景がきれいだと牡蠣料理は広島が本場だと総集と画角との関係から見てどう違っていますか これらの質問を考え勉強した後、答えてみてください。では定体の基本的性格を見ていきましょう。文表現の中にはある主題を掲げてそれについて何かを述べるという形式をとるものがあります。例えば「太郎は重い荷物を軽々と運んだ」という文は「太郎は」が主題です。 主題として太郎はを掲げその主題について思い荷物を軽々と運んだという真実を行っています主題は一般に名詞と定大助詞で構成され代表的な表現形式は太郎はのような名詞プラスはの形式です定大助詞には和なら素根プラスで ソコンプラスタラなどがあります和は主題を提示する助詞の中で最も重要なものであります。主題になるための必要な条件として取り上げられる名詞が話の流れ発話場面の状況常識などからどの対象を指し示しているかが特定できるものでなければなりません。 次の4つの例を見てみましょう。1人の男が私に話しかけてきた。その男はペンと手帳を手にしていた。昨日近くで火事があった。原因はまだ不明だ。これは私の兄です。日本語は複雑な文字で書かれる。例一ではその男が 差し締めているのは全文で導入された一人の男であります例二では原因は全文の家事の原因を示す例三ではこれが何を差し締めているかは発話場面の状況から明らかで例四では日本語が何を指示しているかは常識から明らかでありますこれに対して 例5と例6はちょっとおかしく思いませんかなぜならば一人の男どの人が差し締めている対象が特定できないものなので主題にすることができないからですまた疑問語が現れる分は画角が疑問語を含む場合例えばどの人があなたのお兄さんですか 誰が歌っていますかを除いて原則として主題を持つといえます例えばコンサートはいつ始まりますか市役所はどこですか次に定題助詞はと格助詞について説明いたします主題を提示するはと発足後の述語に対する環境を表す格助詞とは 文法的な働きが異なるので一つの名詞がこれら二種の女子を伴うことは珍しくないですその場合この前も習ったと思いますが各女子と定代女子が一緒に用いられる場合には各女子が定代女子に先行するつまり和は各女子に後続するのです例えば神戸では先月神戸祭りが 行われたそのホテルからは街全体が見渡せるまた各助子の中でがとをだけは定代女子はとともに現れることができないからはが用いられる場合がとを表現されないわけであります例えば太郎はテレビのスイッチを入れたこの本はどこで買いましたか これらの例における「太郎は」と「この本は」は拡助詞で表せばそれぞれ「太郎が」と「この本を」となります。拡助詞の「に」にも同様の現状が見られる場合があります。例えば料理は主人が最初に端をつける。また主題は一文に一つだけ存在するのが原則であるが 場合によっては一つの文の中に複数の主題が現れることもあります。次に草種の構文について勉強していきましょう。まず皆さんは非常に詳しいと思いますが「象は鼻が長い」という文を見てください。この文には二重の属性の表現が関係している。すなわち、 術語長いが花の属性を表現しさらに花が長い全体が象の属性を表現していますここでは像が長いは学学と術語からなる句です句の助述対象となる主題を相種と呼びます象は花が長いにおける象話のような主題は相種ですね 次の例はいずれも総集を含む文であります。でも総集を含む文には主として例1314のタイプと例1516のタイプがあります。前者は一般に総集と画角が総集プラスのプラス画角という関係にあります。言い換えれば光ペ兵の夜景はきれいだ。 日本語の文字は複雑だになります一方後者は述語が名詞の述語であり総集と述語が総集プラスのプラス名詞の述語の関係にあります言い換えれば広島がかき料理の本場だあさてがあの店のオープンだとなりますこの他に 学格プラス術語の表現形式の中には慣用句になっているものが多い背が高い気が強い顔が広い腹が立つなどがその例であります次に有題文と無題文を見ていきましょう主題を持つ文は有題文持たない文を無題文というんですね例えば 例九は有大文であり、例十一は無大文であります。文が有大文になるか、無大文になるかは。述語が上代述語である同大述語であるかに。深く関係し、述語が上代述語である文は一般に有大文になります。この場合、述語は主題の属性を表します。 例えば日本人は勤勉だ歯の子は忙しい同代述語であっても人や物の属性を表すときは重大文になります例えば新幹線は時速二百キロぐらいで走る刺身は生で食べる状態述語の文が主題を表す形式を持たない場合としては主として主題が省略されている場合と 述語が主題の役割を果たす場合があります例えば今忙しいですかあの人が鈴木さんだ述語が同大述語である場合は有題文にも無題文にもなりうるのですこのうち無題文になるのは客観的に観察される事態をそのまま描写する場合であって 習慣を加えないで現象をありのまま描写する文という意味で現象文などと呼ばれるのです例えばバスが来たとか会議が帝国に始まったとかがその例でありますなお述語が常態述語であっても一時的な状態の存在を表す場合は現象文になることができます例えば雨が降っているとか空が真っ暗だと これに対してある主題を設定してそれが関係する事態を表現する時は有題文になります。例えば「太郎は昨日の午後私に会いに来た」とか「会議は予定通り3時に始まった」とか主題は文の陳述全体に対するものであるので文の一部を構成するところの接続説には一般に現れにくい。 例えば「日本人が勤勉であることは否定のしようがない」「太郎が来てくれた時私はたまたま外出していた」「ただし主説に近い性格の説続説はこの限りではない」「例えば確か会議は予定通り3時に始まったと思う」「次に和以外の定大女子について簡単に紹介いたします」 は以外になら即運プラスて即運プラスたらなどの定題助詞がありますこれらは主として話し言葉で用いられますならは主に相手が持ち出した話題を主体として情報を与える場合に用いられます例えば田中さん見なかったかい田中さんなら図書館で勉強していたよ 速音プラスでは定義や説明を加える場合に用いられます例えば例44の言葉の性質自体に関して説明を加えたい場合例45の相手の使った言葉の意味や名前が指し示す対象が不明の場合なのです。文章体では「速音プラス」での代わりに「とは」をよく使います。 例えば「愛」とは何か「田中のとはあの「田中」のことであろうか。はい今日はこれで終わります。